見れば見るほどです。はい、さあこのお便りがやっぱ多かったですね、はい、さっきのニュースでもそうですけれども、選挙ということに関しましてはやっぱり今ね、はい、いろんな方面の方がいろいろ関心を持っていらっしゃるようでありまして、フレディ・マーキュリーが所属したクイーン少年合唱団、知らんなこれはどんな歌を歌うんですか。高い声でうわーと、はい、ノバレなんかすごいヘビメタで歌ったりするんでしょうね、はい、マドマーゼル和田愛さんからもいただいております。港のチェさんからも、ピンピンダラリンさん、一時の恥と減量日本投手小高直子、あなたの政党は減量日本らしいじゃないですか。そうなんですか、うん、はい、ということもありまして、田中信さんからいただいておりますけれども、ムラムラコンビ仲直りと、こういう書き出しですね。川村さんと大村さんのムラムラコンビ、はい、うん、減税維新の合流期へ最接近ということでありまして、雨降って地固まる愛知県内で知事と市長がギクシャクしてるって、名古屋市民として本当に寂しい思いでしたよ。冷戦にひとまず終止符が打たれたということでよかったです。また愛知県で2人が、また愛知県2人で盛り上がってほしいと思います。まだ一つ問題があります。川村市長が辞職して衆議院選に出馬する可能性があると、はい、もう言われていますけれどもね、はい、11月26日が辞職期限とされておりますけれども、名古屋市長は名古屋にいなくてはならない方で辞めないでほしいですと、まあ、この方の気持ちが最後に書いてありました、はい、そしてこちら、クリトリスナー集会さん自身の衆議院選出馬には明言しませんでした。うん、うん、A69 助さんからいただいておりますけれども、まあ、大村知事は21日衆議院選に独自候補を擁立しない考えを示したということですね。うん、日本維新の会顧問として国会議員時代から、地盤とする愛知13区、これ安城とかあちらの方ですね、などで、候補を立てる方針だったようですが、20日に維新の顧問を辞任したため、衆議院選に関与する理由がなくなったと判断しました。選挙に向けて設立した中共維新の会も活動を停止するということです。県庁では記者団に、維新の会と一線を引くことを決めた以上、自分は、候補を立てないと、こう話したということですね。うん、ああ大村さん今まで顧問やったやん、はい、でまあ川村さんのああいうのを見てて、はい、ちょっともう顧問やめようかなと、うん、いうことで顧問を辞めたんで、はい、もう維新の会とはちょっと一線を引きますよと。維新の会というと中共維新の会でもありますからややこしいですかね。はい、はい、まあ知事は衆議院選に向けて自らが開いた政治塾の塾生120人を対象に出馬の意向を調査してきたということです。衆議院選まで間がないために出馬に積極的な人はいなかったということです。あ、これがこういったところで野田さんの電撃解散が聞いてきましたね、第3局に対してね、はいはい、うん、じっくりじっくりどうするいな、間もなくこうバタバタと来てしまった、はい、ですから大村さんところの120人の塾生の人は、じゃあ私がねというところまでまだこれからというようなところであったということですね、はい、知事は非民主非自民の第3極勢力の、結集を唱え、維新側に河村隆名古屋市長が率いる減税日本などと連携するように働きかけてきましたけれどもね、ということですね。これはダメだった、うん、実現すれば自らも候補を擁立する方針だったようでありますが、ということで、まあ、河村市長は維新との合流を断念したもんですからね、はい、減税と維新が愛知県内の小選挙区で激突する可能性も出てきたために、大村知事は維新顧問を、まあ、辞任したということであります。なんかあれですよね、カップルでちょっと田舎のね、うん、素朴な男の子と女の子のカップルが、うん、ちょっと都会に行ったら、うん、綺麗な、ね、男の人、うん、女の人がおるもんで、うん、片や大阪に行き、片や東京に行って、うん、かっこいい都会の彼氏彼女を作るんだ言うて、うん、頑張ってみたものの、うん、田舎者言うて、うん、鼻にもかけられず、あら
やっぱり地元が一番やな言って帰ってきてよりを戻すみたいなストーリーですか。お前が一番やなそうそうそう、そんな感じのストーリーですかね。いろんな例え話はい、うん、いろんな例え話があります、はい、一騎さん、減税を貫いて名古屋から、この地方を繁栄させる後継者を育てておいて、市長の公認を全うして任期を全うしてから国政に復帰して、総理大臣になればいいと思います。石原じじいの年齢までまだまだ余裕ありますやん、これは、ということですね。はい。まあ、もともとね、河村さんが、例えば国会議員出ると言っても、はい、僕らの中では違和感がない。国会議員時代から私は総理になる人間やと。ずっと言ってました。ずっと言ってましたからね。はい、うん。で、その人間が名古屋という町をこうしたいんやということをやり、そして次に総理を目指すというようなことはもう、前々から急に何言い出すんやということではないですがね。ただまあ、名古屋でね、うん、何をしたの、じゃあやるって言ってたことはやれたのかっていうようなこともありますしね。うん、減税やりましたがね。とまあ、あの人は言うんです。マチャさんからも、私と河村さんが仲違いしていると思われても困るとの理由でという大村さん、河村さん。はい、じゃあ維新の中共維新の会を立ち上げた時の It's time say goodbye と言われ、人をね、癒しめる発言をする人とは断固戦うとまで言っていたじゃないですか。あのドタバタ劇は何だったんでしょう。みんなブレブレですねと、まあ、いろんな人を称してね、うんうん、動物奇想天ぷらさん、こちらでは愛知県と名古屋市が歩み寄った感じが見受けられますが、やはり地元は地元で一つであることが大事なんじゃないかなと思いますが、大井無茶さんからいただいております。でもこれ河村さんには悪いですが、私としてはね、石原慎太郎氏の節操のなさがこれで浮き彫りになったのでよかったと思いますよ。TPP も消費税も原発問題も企業からの政治献金すらも小さいことだと簡単に方針を翻してきたのに、河村さんとの合流は認められないというのは、石原橋本連合は政策よりも維新内部での人間関係の方が大事だと言ってるように見えて、はなはだ心もとなく感じてしまいます。ところで今回の件を受けて、河村さんが辞めるなら私も辞めると、大村愛知県知事が維新の会の顧問を辞任したのには、男だねと感心しました。夏頃は二人とも、ねえ、何やらこの、ぎくしゃくしておりましたけれどもね、と。今回ね、はい、大村さん、なかなかようやりましたやないの、ということですか。うん、それからこちら、なっちゃんのママさんからも、ねえ、よかったですよ。維新の会と連携しないで、地道に名古屋市長のお仕事だけをやってくださいよ、ということですが、まあ、昨今、はい、石原さんも、核武装するシミュレーションは考えてもいいんじゃないかとかですね。はい、企業献金の問題っていうのは、これは大阪維新、はい、日本維新の会のね、はい、今までは認められないのはもうこれは致し方ないというようなことからすると、はい、その中に河村さん入っていくと、ちょっと僕らの河村さんに対する思いが違うような形になって、あなたはどう思うのって聞かれた時にね、うんうん、なんて答えるのかっていうことも考えていかなきゃいけないわけですし、ね、だから帰ってよかったんとちゃうかと、うん、一騎さんからいただいております。河村市長を率いる減税日本が維新の会との合流を断念、とってもよかったです。はっきり言って石原じじいが加わったことによって橋本とともに過激な発言が増えると思いますよ、というような、この方もそういう、感じですね、うん、それから若野ポンチさんからもいただいております。関係者によりますと、会談で河村市長が改めて合流を申し入れた一方、石原代表は合流は難しいとの考えを示して、維新側は、小林光希前議員らが個別に入党する案を打診したということです、というのは、これ21日の昨日いただいたお便りの、はいはい、を読んでますから、その前のあたりのことですよね、はい、もう河村さんはいらんと、うん、減税日本いりません、ただし、ただし全然日本の中にいる、国会議員さん、はい、こっち来たい人がおったら来てええよ、いう。なんかもうすごいね。で、小林さんの名前が出てると、はい、いうことで、おっぱい枕さん、今日いただいたお便りですけれども、早速離党者が出ましたですね。小林光希議員であります、ということ。エヴァンゲリスさんからもいただいておりますけれども、さっさと維新へ逃げていった小林議員でありますが、うん。ね、花一門目のような感じですね。
澤アナウンサーの顔面から顔面さんからいただいております。顔面沢というらしいですけどね、はい、そういう方からいただいておりますが、まあ、小林さん、ね、離党届を出しました、はい、日本維新の会に移りたい意向ですが、あれだけコケにされたのに小林代表代行も恥ずかしくないんでしょうかねという、まあ、コケにされたのは減税日本でありまして、ここの人はコケにされてませんよ、現に私が受け入れてくれたじゃないですかと、はい、河村さんは受け入れないと言ってました。私は受け入れてくれるというもんですから、まあ、離党届を出して向こうでまたやらせていただきますということらしいんです。ね、はい、いろんな人の動きが本当にね興味深いというか、ちょっとこうがっくりする部分もね、うん、あるのかもしれないけど、雷お銀さんも結局橋本徹ちゃんは河村武さんのことを好かんのとちゃうかな、河村武さんのこと、ああ、はい、たけしとか言ったら、川村たかしやな、ちょっとそのまま読んでしまいました。川村さんのことが好かんのとちゃん言いますでしょうかね、と。好き嫌いの問題。ということで、魚政商店車両部さんからも、まあ、これだけ毎日のようにコロコロ変わっていったら何をしたいのかね、維新の政策って何やろうと思いますがね、という、大阪維新の、日本維新の会にしても、何やらちょっと、加わる人が加わるごとに発言がこう変わってきたりとかね、はい、毎日ちょっと前に聞いてなと違うぞというようなことでね、まあいろいろ皆さん方の思いがありますけれども、はい、まずは川村さんと大村さんが手を結ぶというところまで仲直り来たぞという、はい、本当はねもうちょっとあの今度はその次に、いわゆる国民の生活が大、いわゆる小沢さんとか、はい、亀井さんとかという動きもお便り来ておりますけどもね、はい、まあ、ここでお時間とさせていただきます。